ソフィーさん、前に聞いたあの子、コルちゃんさんだっけ？その子の話聞かせてくれる？コルちゃんのこと？お友達って以外に話せることだと、あ、ごめん、正確にはコルちゃんさんの一族について教えてほしいんだ。僕と同じ複製の力を持ってるんだから同じ一族だとは思うんだけど。そっか、でもそれについては私もわからないの。コルちゃんはずっと自分の故郷がどこなのかわからなくて悩んでたから、いろいろ調べて東の国らしいってことがようやくわかったくらいだし。そうなんだ。コルちゃんさんと僕以外に複製を使える人を知ってたりはする？ううん、そんな力があるって話もコルちゃんに会うまで聞いたことなかったし。そっか、ソフィーさんの時代でも僕の一族はまだまだ無名なんだな。いや、それとも唯一の生き残りがコルちゃんさんだけとか？だとすると困ったな。そこから一族繁栄なんてさすがにな。なんかすごく真剣に悩んでるっぽいけど、何がそんなに気になってるんだろう。